まずこちら、キッチン洗いブラシという商品です。食洗機前の湯洗いにいいなと思って今回こちら購入しました。お色味もシンプルなグレーで、どのキッチンにも合いそうですね。ブラシ部分も柔らかすぎずね、ちょうどいい硬さで汚れを落としてくれそうです。コロンとした可愛いフォルムで、サイズも小さいので水切りかごにかけていても特に目立つことなく使えそうです。うちのシンクに取り付けたいと思います。うちは水切りかごを使わないので、こちらのスポンジ置き場につけたいと思います。すぐに取り出せていい感じですね。続きまして、こちら缶ラック500という商品です。これ以前はね、なかったと思うんで新しめな商品なのかな。うちでは今缶ラック350という商品を使っているんですけど、とても使い勝手が良かったので 500ml 分の方出ないかなと待ってたんですけども、ついに見つけました。このようにね、積み重ねて使うことができるので、冷蔵庫内を有効利用できますね。こちら見ていただくと分かる通り、手前の缶を取ると前にコロコロっと転がってくるように斜めに設計されています。はい、こちら今のうちの冷蔵庫内なんですけども、夫婦ともに大好きなこのレモン堂の 500ml の缶が4本しか一気に冷やせなかったんですね。この淡麗が入ってるのが缶ラック350という商品で、このように手前取るとね、コロコロっと転がってきて取りやすくて重宝しています。こちらに缶ラック500もセットしていきたいと思います。はい、このように並べてみました。この手前を取るとね、同じようにコロコロっと次の分が転がってきてくれます。出し入れがしやすいというのはもちろんなんですけども、今までは4本しか冷やせなかったのが6本冷やせるようになったのがとっても嬉しいです。今まで使っていた分は縦にも収納することができるので、野菜室にストックしておきたいと思います。続きまして、こちらそのまま貼れるタグシールという商品です。こちら保育園用の服に貼り付ける子どものネームタグとして購入しました。直接服に名前書いてもいいんですけど、一回名前書いちゃうとね、今度メルカリでサイズアウトして売るときに売れにくくなっちゃうので、売りたい時期が来たらね、ネームタグを外しやすいようにしたいなと思って今回こちら購入しました。特に自分じゃ絶対手が出せないブランド物の服とかは、直で名前を書くのはかなり気が引けるので、こちら使っていけたらと思います。こちらの一番いいポイントが、アイロンを使わなくてもギュッギュッと指で押し付けるだけでね、しっかりとくっついてくれるので、ズボラな私にはとっても嬉しい商品です。続きまして、こちらピンチバスケット猫という商品です。こちら本来は洗濯ピンチの収納用に売ってある商品だと思うんですが、今回私は子供のお風呂のおもちゃを入れるのに使いたいなと思って購入しました。クマ好きとしてはね、このタイプのクマの形があれば一番嬉しかったんですけど、こののどかな顔のね、猫ちゃんもなかなか可愛いですよね。娘もね、これ可愛いじゃんとかね、気に入ってたみたいなので、お片付けもはかどったらいいなと思います。このようにバスケットの下に連結できるように穴が開いているので、こうやってプラプラとかけることができます。こちらがお風呂場で現在使っているおもちゃの収納なんですけど、もう持ち手のところが割れてしまったので、新しいものを探していました。こちらおもちゃを整理しながら取り替えていきたいと思います。もともと娘がお風呂あんまり好きじゃなかったので、おもちゃを使ってでもね、なんとかお風呂の時間を楽しんでもらおうとしたんですけど、結果こまごまとしたおもちゃがご覧のように増えてしまいました。はい、収納し終わりました。一番上からね、大きいの、中ぐらいの、一番ちっちゃいのと、おもちゃも大きさによって分けることができました。見た目も可愛いですね。続きまして、ソフトグリップキッチンバサミという商品です。まな板出すのがめんどくさいので、私は包丁よりもキッチンバサミを使うことが多いです。そのため一つ持ちじゃ洗い物が追いつかず、もう一個欲しいと思っていました。カサカサの手に優しいソフトグリップと記載がありましたが、個人的にソフトさはあまり感じられませんでした。続きまして、ポイントステッカーで
はバレンタインということもあり、家計簿用に可愛いハートのシールを購入してみました。お金を使わなかった日にご褒美で貼る予定です。余談なんですけど、30過ぎた頃からなぜか自分がハートのものを選ぶことに妙な恥ずかしさと違和感が出てきました。これって年取った証拠なんですかね。まあ可愛いと思うことは自由なので気にしないでおきます。質感はマスキングテープと同じ感じで薄くて透ける感じです。家計簿にたくさん貼れるように頑張ります。続きまして、バンブーファイバーボールです。サイズは16センチになってます。子供たちのカレーとかスパゲッティ用のお皿として購入しました。軽くて割れにくい素材なので安心だし、なんといってもこのレトロなミッキー柄がとっても可愛いです。大きめの子供用皿を探していたんですけど、まさに私のタイプ、ドンピシャでした。食洗機が使えない点以外は満足の商品です。以上が今回のセリアでの購入品紹介でした。日々の暮らしの中にちょっとでも可愛いものがあったら、家事をする意欲なども湧きやすいですよね。今回のお買い物が少しでも買い物の参考になれば嬉しいです。最後までお付き合いいただきました、そこの優しいあなた、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。